万引き防止教室。はっちゃんのもう一度考えよう。みんな万引きって言葉知ってる？万引きっていうのはお店の人に隠れてお店のものを盗むことなんだよ。今日はその万引きの紙芝居をするね。はっちゃんは学校から帰ると、いつも仲良しの友達と近所の神社に集まって遊んでいます。今はカードゲームが流行っていて、みんな夢中です。いつものようにみんなで遊んでいた時のことです。はっちゃんは友達のロックンが自分より強いカードをたくさん持っていることを羨ましく思いました。そこでロックンにこう言いました。ねえ、ロックン。いっぱい強いカードを持っているじゃないか。俺にも一枚くれよ。嫌だよ。お小遣いを貯めて買ったんだ。大切だからあげられないよ。ロックンから断られたハッちゃんは嫌な気持ちになって、チェッ、ケチだなぁ。一枚くらいいいじゃないか。と、ロックンに見つからないように、ロックンのカードを一枚、自分のポケットに入れてしまいました。ハッちゃんは心の中で悪いことをしたかな。と思いましたが、すぐに、あんなにたくさん持っているんだから、一枚くらいいいじゃないか、とつぶやきました。次の日、はっちゃんは、新しいプレミアカードが発売されたことを知りました。お母さんに、買ってと頼みましたが、テストでいい点取ったらね、と言われてしまいました。お母さんはいつもそんなことばっか言って、どうせ買ってくれないくせに、と、はっちゃんは嫌な気持ちになりました。そして、お母さんの財布にはたくさんお金が入っているから、ちょっとくらいなくなってもバレないバレないとお母さんの財布からお金を持ち出して、そのお金でカードを買ってしまいました。ところがある日、はっちゃんはカードをたくさん持っているのをお母さんに見つかってしまいました。お母さんは、はっちゃん、こんなにたくさんのカードどうしたの？と聞きました。はっちゃんはドキッとしましたが、平気なふりをして、おじいちゃんからもらったお小遣いで買ったんだよ。こっちは友達からもらったカード。と嘘をつきました。そうしたらはっちゃんは、嘘をついてごまかせば、人のものを取っても大丈夫なんじゃん、と思うようになりました。そして、嘘を隠すために、どんどん嘘をつくようになってしまいました。ある日、はっちゃんはコンビニに行きました。そこには、新発売のスーパープレミアカードが並んでいました。欲しいな。でも残念。今日はお金がないや。と思いました。その時です。はっちゃんの心の中で悪魔が囁きました。
見つからないように持っていっちゃえ。盗んじゃいなよ。バレても嘘をついてごまかせば大丈夫だよ。はっちゃんの心の中では天使もささやきました。ダメだよはっちゃん。盗んだら泥棒だよ。はっちゃんの心の中では天使と悪魔が戦っています。どうしよう、どうしよう、どうしよう。その時、はっちゃんの心の中にいた悪魔がささやきました。さあ、今なら誰も見ていない。バレないぞ。それに、もし見つかっても、お母さんにお金を払ってもらえばいいじゃん。えい！とうとうはっちゃんはカードをポケットに入れてしまいました。そして誰にも見つからないように知らんぷりしてお店の外に出ました。心臓がドキドキバクバク。音を立てています。はっちゃんがそーっとお店を出て、ふぅーと息をついたとき、ねえ君、ちょっと待って。ポケットの中の見せてくれる？とお店の人に声をかけられました。心臓がバクバク。はっちゃんはやばいと思って、とっさに、これ買ったんだよと言いましたが、嘘はすぐにバレて、お店の人に連れ戻されてしまいました。はっちゃんはお店の人に泣きながら、取ったものを返すから、お金を払って買うから、許してくださいと、言いましたが、聞いてもらえません。お店の人は、厳しい顔をして、万引きがあったことを警察に届けました。はっちゃんは、迎えに来たおまわりさんに、警察署へ連れて行かれました。警察署では、お金を払わずに、お店の品物を黙って持っていく万引きは、窃盗という劣気とした犯罪。つまり、泥棒なんだよ。たとえ、後でお金を払ったり、取ったものを返したりしても、泥棒は泥棒。取り返しがつかないんだよ。と、教えられました。また警察には、はっちゃんのお父さんとお母さんも呼ばれました。お父さん、お母さんは、すごく悲しい顔をしていました。ご迷惑をおかけしました。もうこんなことをさせないよう注意していきます。と、何度も何度も頭を下げています。はっちゃんはお父さんお母さんの顔を見て、僕は大変なことをしてしまったんだと思い涙が出ました。それからはっちゃんはお父さんお母さんと一緒にお店に謝りに行きました。お父さんとお母さんは深々と頭を下げてお店の人に謝りました。はっちゃんも一生懸命謝りました。するとお店の人に、もう二度としてはいけないよと言われ、許してもらえました。帰り道、はっちゃんはどうして自分が万引きをしてしまったのか、考えました。悪いことの始まりは何だったかな
と、一生懸命考えました。そういえば、ロックンのカードを取ったり、お母さんの財布からお金を盗んでからだ、と思いました。嘘ばかりついているうちに、心の中の悪魔がどん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 大きくなって、バレなければ大丈夫、と悪魔が言っていたことを思い出しました。その時、はっちゃんの心の天使がはっきりと言いました。はっちゃん、誰の心の中にも悪魔と天使がいるんだよ。そして僕らはたまに戦うんだ。でも、どちらを勝たせるか決めるのは君だよ。うん、わかった。これからは天使を勝たせる。僕は決めたよ。今までついてきた嘘も全部ちゃんと謝るよ。はっちゃん、誰と話しているんだ？とお父さんが振り向きました。ううん。お父さん、お母さん、本当にごめんなさい。僕、もう悪いことはしないからね。その時、はっちゃんの心の中の天使がにっこり笑いました。おしまい。